い、ともくんチャンネルです。はい、今回はまたね、ホビーショップメガドッグさんのお店で、なんとね、めちゃくちゃ懐かしい、これですね。はい、一番星号ですね。トラック野郎の一番星号で、4作目の天下御免ですね。はい、まあ、これ小さいです。これは48分の1ですね。はい、青島さんとかそういうやつじゃなくて、その当時のバンダイから出てたやつですね。はい、のトラック野郎の一番星号です。はい、なんですが、これはジャンク品です。はい、まあ一応ね、トラック自体は作れますが、こんな感じですね。はい、まあ、メッキの飾りですね、まあ、部品あったり、箱ボテのこれね、今白いやつですね。はい、もあったりで、シャーシとか足回りがあったりで、まあ、内装とかね、キャビンとかホイールとかですね、あったりしますが、ないのはマーカーランプで、シール類ですね。はい、がないです。はい、まあこういうね、アンドンの文字とか、こういうね、ライオンのレリーフとか、横のね、ドアのところについてるこういう星とかね、こういう、まあシールなんですけどね、V 字マーカーとか鷹のレリーフのやつとかですね。はい、まあシール系はこの箱のね、箱ボテのこういうシールですね、絵のシールもないです。でマーカーランプもないです。はい、それで、僕はめちゃくちゃね、買うっていうか、普通だったらまあ安くても5、6千円すると思います、今の時代ですね。はい、で、高くて1万円8000円から1万円ぐらいだと思うんですが、僕はね、ホビーショップメガドクさんで、もう低価格ですね、ジャンク品なんで、これ値段いったらね、いいか悪いか分かりませんが、もう言うときます、3500円で買ってきました。はい、まあね、懐かしいんで、まあこのね、アンドンの文字とかこういう荷台のね、絵の方ですねっていうのは僕自分で描けますんで、はい、まあ似るかどうか分かりませんが、一応ね、絵の方とか文字の方も描けますんで、まあなんとかなります。はい、で、これ出来上がったやつのやつですね、まあ写真なんですけど、この方はシルバーだけですね、キャビンは。はい、本当はこのシルバー、上がシルバーですね、でここから下ですねっていうのはゴールドで、トラックエアロのね、映画の方ではなってたんで、僕もそういう感じでね、はい、まあこれフィニッシャルさんのとこなんですけど、上がファインシルバーにします。で、下がチタニウムですね。はい、の色でやっていきます。はい、まあこれね、モーターライズかな、モーターのやつで動くんですが、はい、一応こんな感じですね。でミニ四駆のモーターをつけたら
まあ、単三電池とかですね、入れたら動くと思います。はい。でもうタイヤとかね、こういう、部品とかバラバラになったらダメなんで、これは袋のまま紹介してます。はい。でこれね、僕実際色紙にこの天下御免の一番後ろのね、観音扉のところにつける絵ですね、書いたんですけど、これ合わせてみたらこっちの方が大きいです。はい。こちらのね、後ろのこれかな、これかな、はい、このやつよりは大きいんで、また最初からね、全部横の絵も後ろの観音扉の絵も、天井の絵もね、描いて、やります。はい。で一応ね、色拭く前はこういう感じのね、部品は青色です。内装とかね、キャビンは青色です。はい。まあ、当時その当時のボンドですね。はい。これはまあちょっとね、置いときます。はい。やっぱ48分の1なんで、こんな感じですね。はい。いつもだったら32分の1ですね。はい。またこれね、次回かな、まあ作る時ですね、まあ足回りとかちょっと最初に作ったりして、色を拭いたりするんですが、その時に、まあ足回り作ったぐらいの時に、僕この32分の1の、天下御免、これですね、天下御免のラジコンですね、があるんで、それもまた紹介します。はい。前にもね、ここ何年か前、まあ1年もう経ってないかな、まあ1年弱ぐらいですねの時に、そのラジコンですね、この天下御免のラジコンは紹介してますんで、はい、まあ、またそれもラジコンもね、紹介して、これも作るとこも紹介して、やります。はい。まあまた、これですね。はい。別のやつになるんですけど、これも青島さんのキットで、この何日か前に出たやつですね。はい。14系のクラウンのマジェスタでギャルソンのエアロですね。はい。それも一緒に買ってきたんですけど、これはまあ新品です。はい。これは新品なんですけど、またね、別の日にこれね、部品紹介していきます。はい。まあ、一応これは今回は買ってきましたよっていう箱だけの紹介になります。はい。でこちらの方はね、ちょっと部品紹介ちょっとだけします。はい。もうさっきに言ってましたが、絵の方シールですね、でマーカーランプはないです。はい。あとはもうトラック自体は作れる状態になってます。はい。この赤いやつがシャーシとか足回りですね。でこれとかが裏返しになってますが、電池を入れるやつかな、単三電池入れるやつかも分かりません。はい。で、横のサイドの箱ですね、まあ板になってます。で後ろかな前かなの板ですね。はい。で天井とかでリアバンパーで、これが後ろかな、はい、になってますね。で、シャーシにくっつけるやつですね。はい。で、メッキのパーツで、まあ一番後ろの
サイドバンパーとか、日差し、シートデッキかな。はい。で、ホイールキャップとかですね。はい。まあ、こんな感じですね。アンドンとかは、まあまあ、あります。はい。はしごとか、グリルですね。ヘッドライトのとこ。で、後ろのタイヤの前側につけるサイドバンパーですね。はい。で、フロントバンパー。で、箱の天井につける3連のアンドのやつですね。はい。そんな感じかな。はい。まあ、あと、キャビンにつけるガラス面ですね。はい。ガラス面とかはないです。はい。まあ、それもね、僕、薄い、透明のプラ板をね、ライターで炙って曲げたりして、作っていけるんで、はい。まあ、それはなんとかなります。はい。まあね、こういう何十年、まあ僕も昔はね、若い頃ですね、は、当時、記憶では2000円ぐらいだったと思います。はい、2000円か、そんなぐらいの値段であったような気がするんですけど、今のね、この方では、まあ、高くてね、8000円から1万円ほど。で、普通、まあ安くてもね、5、6000円だと思います。はい。まあ懐かしくてね、ちょっと買ってきました。はい。で、その当時のやつですね、爆走一番星とか、望郷一番星ですね。で、天下御免、これですね。はい。で、突撃一番星と、で、熱風5000キロ。で、ふるさと特急便。で、度胸一番星ですね。はい。で、はい。これ、一番星号の、まあ、後ろ二軸、タイヤ二軸とかですね。で、キャビンとかも、一番星号のやつですね。なってますが、ジョナサン号です。はい。まあ、そんな感じのやつですね。はい。またね、どこかでっていうか、まあ、安くて、ね、手に入る時があったら欲しいですね。はい。まあ、そんな感じなんで、今回はというか、今日買ってきた、このね、まあ、一応ジャンク品なんですけど、まあ、僕、普通にね、手を加えて加工して作れるやつなんで、はい。48分の1の天下御免トラック野郎のやつですね。はい。それを買ってきて、今回は部品紹介をしてみました。はい。こんな感じです。はい。で、また、これも一緒にね、14のクラウンのマジェスタですね。ギャルソンのエアロのやつ。それも買ってきたんですけど、また、次回か、まあ、その次ぐらいですね、に、部品紹介をしてみたいかなと思いますんで、その時はよかったら見てください。はい。それでは今回は、こんな感じで、今日買ってきた2つですね。はい。それの、こっちは箱だけの紹介で、こっちは、部品紹介をしてみました。はい。また、次回ですね。はい。制作途中のやつはちょっと置いといて、こちら、はい。こちらを足回りとか作って、もし色分けできたら、
それの、ね、色分けした後の紹介もちょっとしてみたいかなと思いますんで、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。